どうも、トラキシです。マスカットスタジアムの近くのね、今、ファミリーマートに着いたんですけども、マスカット付近の高速道路は5時に降りたんですけどもね、マスカットも駐車場いっぱいっていうところで、もっと早めに来なあかんなと思うのと、本当公共交通機関を使われた方が、皆さん、球場に試合開始間に合うんじゃないかなと思います。僕もちょっと駐車場探してね、さっそうと入りたいんですけども、試合ちょっと間に合うか微妙ってところでね、先にオープニング撮らせていただいてます。はい、ちょっとさっそうと駐車場探しに行くぞマジで。はい、無事にね駐車場止めれたんですけど、現在の時刻が58分なんで、ほんまに試合開始間に合わへんっていうね、もうちょっと早く来ればよかったなと思ったんでね、まあ、車で来たい方はほんまにマスカットね早めに来た方がいいと思うし、できたらね、もう本当に電車やったり、ね、新幹線バス使われた方がいいと思います。こっから2キロ以上歩かなあかんから、多分着く6時半ぐらいになるんちゃうかなと思ってるんですけども、はい、なんとかね、早く行きたいなと思います。そして青柳さん T シャツ着てるのでね、なんとか今日は青柳投手に頑張ってもらいましょう。やっと着いた。今2回表ベイスターズの攻撃中です。勝ってるからなんとかここで切り抜けよう。ナイス、よく1点3を持ってる。ナイス田中さん。いや、もう1人もう頼む。湯巻き並み、今球場飯並んでます。湯巻き並みタイムリーが来て、でかい。ちょうど見えんねん、ここ。並びながら見えてます。ながらの走りタイガース。おー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 、走りタイガース。倒せ。アウトラストモーリシカ。お、おっしゃ、落ちた。ナイス。じゃあ、よっしゃ。いいぞモーリシカ。阪神タイガース。
の殺しにさあそうそれいけいけかげるにしそれいけいけ青春の吐き麗しく輝くばかなと走ったがおー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 走ったがレフレフレフレナイス森下くんイエーイやっと帰ってきた。売店にさ1時間並んでんやん。マジでね、マスカット取るときはもうご飯買ってきた方がいいっすよ。しかも唐揚げとかフランクフルト食べたかったんけどなかった。たらこおにぎりと昆布おにぎりしかなかった。はい、まあ昆布からいただきます。ありがとうございます。おにぎりやな。おにぎりや。はい、次はたらこ。いただきます、うん、でもさ、コンビニとかに売ってるおにぎりっていうよりはなんかお母さんが作ってくれそうなおにぎりって感じの味がしますね、うん、家庭のおにぎりって感じかな。おいしい。帰ってきたっていうのもやっぱあるし、エースが帰ってきたあれに向けてね帰ってきたっていうのもあるし、木浪選手のヒーローインタビューで近本選手への思い、今日は全員で戦ってると、うん、エースも帰ってきたことやしね、近本選手も一日でも早く帰ってきてね、みんなでねあれをしたいなと思うし、そういうところでねちょっと涙が出てきてしまいました。
ありがとうみんな。最高、最高です本当に。まあ青柳投手に勝ち投手がついたってのもそうやし、4回2アウトまで完全投球パーフェクト投球だったんでね、そこのピッチングのも良かったですけど、まあ、あの2点もったいなかったな、2アウトから初安打を許してそこから3連打で2点返された。まあその後ね同点に追いつかれんかったところもねさすがエースやなと思うし、その後ね、ピンチ招いたりもしてたけども、そういう場面をきっちりと抑えてくれて、7回2失点ですか。いやーエースが帰ってきたよと、エースが帰ってきたぞと、あれに向けてね大事なエースが帰ってきたんで、ここからねどんどん勢いに乗っていきましょう。本当バッター陣もね久々に2桁安打 10安打でね、7得点ということで、まあ、初回ね僕まだ球場は入れてなかったですけども、まあ、駐車場をさまよってしまってねなかって初回からチャンスあったのでね、そこに関してはまあもったいないというか、点数取れるところでどんどん取っていかないとねもったいないですけども、まあ、勝てたのでねいい感じで勝てたので、明日もね、今回記事に期待して、大竹投手にも期待してですね、明日バウアー投手をなんとか攻略しましょう。そして、3連勝としてカード勝ち越し決めましょう。ちょっとね画面暗いですけどすいません、明るいとこ行きたいんやけど明るいところがない球場出たらあんまり、はい、ではね、本日は以上となります。トラホー。